アケルスタディオンは、ノルウェー・ムーレオ・ロムスダール県モルデにある、サッカー競技施設である。2006年5月4日からは、このスタジアムの建設に寄与した、投資家のシェルイン・エレッケの関連企業であるアケルが、命名権を取得しており、それ以前は、モルデスタディオンと呼ばれていた。男子、サッカーエルテセリエンに所属している、モルデ FK の本拠地都市、 収容人数は1万1249人である。建築家のシェルコスベリによって設計され、総工費は2億1200万クローネで、当時のオーナーであったシェルインゲレッケが大半を出資したため、レッケレッカというあだ名がつくほどである。1997年にモルデイドレッツパルクに代わる、本拠地として着工。1998年4月18日の、 リールストロムエスケートのリーグ戦がコケラ落としとなった。また、1999年のフィブシー最優秀賞と、シティプライズに推挙されたことがある。最多観客動員数は、1998年9月26日の、ローゼンボリ戦の13,308人である。同年5月27日には、ノルウェー代表が、サウジアラビア代表を迎え、6から0で、 翌1999年 UEFA チャンピオンズリーグ1999から00、グループステージ進出に伴い全席に椅子を設けた。結果、最大収容人数は1万1800人にまで減ることとなった。2 0 0 9年5月4日から列ケの関連企業である、アケルがスポンサーになったことにより、現名称に解消された。1955年以来、モルデフ系は、 モルデイドレッツパルクという公営、多目的施設を本拠地としていた。新スタジアムはレクネ地区のウォーターフロントに計画した。構造体の大きさについて多数の地元住民からの抗議があった。自治体からの建築許可が降りる前の1997年3月に着工を開始した。1998年4月18日当時の首相で、 モルディファンのヒエル・マグネ・ボンデ・ウィークが駆けつけ正式に開業した。その日に行われたコケラ落としの試合は、リールストロムを4から0で下しシーズン最初のホームゲームに13,010人が詰めかけた。この試合は、1998年シーズンにおける、ローゼンモリの本拠地レルケンダール以外での国内最多観客動員数を記録した。5月27日、 ワールドカップの走行試合として、ノルウェー代表が、サウジアラビア代表を迎え、6から0で、地元、ノルウェーが勝利した。8月11日、UEFA カップ予選2回戦で、クスカ・ソフィアと対戦し、0から0の引き分けで終えたものの、3回戦進出は、果たせなかった。9月26日のローゼンボリ戦は、 史上最多観客動員数となる13,308人がスタジアムに詰めかけた。1999年秋、UEFA チャンピオンズリーグ予選ラウンド2試合行った。クスカ・モスクワと RCD ・マジョルカと対戦、共に2試合の合計得点で、モルデ FK が相手方を上回り、グループステージに進出、レアル・マドリード、ポルト、そしてオリンピア・コスと対戦することとなった。 チャンピオンズリーグ本大会出場に伴い全席に椅子を設けた結果、スタンドの下の方まで設置することになった。収容人数の高級的な減少は、後になって椅子を取り除かない選択をしたためである。それから、モルデは UEFA カップに4度出場、ホームゲームを8回行っている。2006年、命名権を列挙の関連企業であるワケルとの間で合意。 現在のアケルスタディオンに改称した。同年、クラブはアデコリーガエンに降格。2007年シーズンはアデコリーガエンに参戦するものの観客動員数は増加。そして、リーグ優勝を果たし1年でエリテセリエンに復帰することとなる。アケルスタディオンは、ノルウェー最大級のジャズイベントである、モルデジャズの会場に提案されるが、実行委員会によって、たびたび拒否されている。 2004年、小規模な市内の別の会場で行われた、スティービー・ワンダーの公演が即日完売したため、アケル・スタデオンでのモルデ・ジャズを開催すべきとの議論が激化した。2007年10月6日、スタトイル・ハイドロはオーメン・ラン・ゲガス・デンでの生産開始を祝うため、アネ・ブルーンとロイク・ソップの無料のコンサートを実施した。2012年、 ノルウェープロスポーツ選手会のアウェーチームの首相による調査で、アケルスタデオンは5点満点の4.27点という、成績で全体で4番目に素晴らしいスタジアムに認められた。2013年10月4日、次年度から3.24月と10.11月に、ピッチが貧相であることを心配し、人工芝での運用を目指し張り替えるを決断した。それにより、 一年間で130時間、多い2000時間のトレーニングなどが可能になった。同年11月19日、史上2度目となるノルウェー代表がスコットランドを招いて、国際親善試合が行われ、0から1で敗れたものの9750人が詰めかけた。オスロのウレーボールスタディオン以外での、ノルウェー代表のホームゲームが行われたのは2002年以来11年ぶりであった。 2017年10月、ピッチの人工芝への張り替えが完了した。ピッチこのスタジアムは、コスベリ建築事務所のシェルコスベリによって設計された。将来的に2800平方メートルの商業スペースを確保している。総工費は2億1200万クローネで、そのうち1億6000万クローネは、スタジアム建設に充てられた。スタジアムは、市内中心より、 西側のレクネ地区のモルデフィオルド沿いに所在する。外観は二色の加工岩とガラス、そしてアルミニウムに覆われている。総工費の大半をシェルインエレッケからの借り入れで賄い、市当局からは1000万クローネ、トミク事業者のノルスクティッピンから270万クローネを支払った。2層式のスタンドが4箇所ありそれぞれが連なるような形となって建てられ、 収容人数は11,167人である。1999年以前は、低層部分にテラスがあったため13,308人、収容できた。13カ所の入り口、52カ所の便所、そして9カ所のキオスクがある。北側に、寄品室が13室あり、広さは18から33平方メートルほどある。アリーナ部分は17,250。 平方メートルである。レストランやカフェも出店しており、診療所も併設されている。ピッチは10568メートルの天然芝で、そのうち4%が人工芝の中に巻かれている。照明が176個あり、最も低いところは地上高19.5メートルのところに位置する。スタジアムは市内中心部から徒歩圏内に位置する。ゆえに、スタジアムに向かう。 公共交通機関はないが、市内中心部のバスターミナルや桟橋からの船を利用することになる。スタジアム内には VIP チケット所持者だけが利用できる駐車場がある。フィヨルドから見たスタジアム1万人以上の観客を動員した試合は実に38回を数える。そのうち1回は唯一行われた国際 A マッチである。ノルウェ エリテセリエンにおいては34回を数え、そのうちローゼンボリ戦が8回、オーレスン FK とのセントラルダービーが6回である。あとは UEFA チャンピオンズリーグとノルウェーカップで達成している。最多観客動員試合は1998年9月26日のローゼンボリ戦の一の13,308人である。以下のはモデ FK のリーグ戦における ホームゲームの観客動員数についてまとめたものである。したがって、国内カップ戦や UEFA 取材試合は、含まれていない。平均観客動員数で最も多かったのが2011年シーズンの9817人で、ある。逆に最も少なかったのが2004年シーズンの5554人で、ある。ありがとうございます。